沖縄のアドミニストラティブライト、施政権、行政権は佐藤栄作総理の沖縄復興の功績づくりのためにニクソン大統領の補佐官キッシンジャー博士が一時的に日本へ復興したもので、返還直後にニクソン大統領を巻き込んだウォーターゲート事件やベトナム戦争の終結などで領有権がないのに日本が長年思いやり予算などをつけるなどして日本領としてやってきた地域で、元はといえば終戦後ポツダム会談で戦勝国、戦いに勝った国アメリカに正式に割譲された領土なのです。南沙諸島の人工島建設でスプラトリー諸島の人工島建設で中国に域外の米国と呼ばせないためにも早急にアメリカに返上して米51番目州琉球として誕生させ、1853年のペリー提督以来の米国の東アジアの植民地として奄美沖縄を米51番目州琉球沖縄ステイツオブ空手の州として永遠に米領とすべきなのです。下の筆者稲村博氏が日本政府発行の身分証明書、沖縄復帰直前の入管スタンプを揃えました。このように沖縄、奄美両群島諸島は ペリー提督の琉球沖縄上陸1853年以来、アメリカの橋頭保植民地なのです。さらにそれを1972年佐藤栄作総理が沖縄の返還なくして戦後は終わらないと若泉圭と組んだ沖縄返還がダメになると友人のマクドナルド日本創業者兼社長の藤田電子とその友人のニクソン大統領補佐官のキッシンジャー氏の助けで沖縄返還を功績にノーベル賞受賞するために
一時的に日本領に復帰させましたが、領有権は一歩たりともアメリカは日本に譲ってはいないのです。今こそ沖縄と奄美の両諸島および群島は米軍にアメリカに返上して、米国51番目の州沖縄琉球を誕生させる時なのです。